あなたの悩みを直接解決、教えて中井プロ。はい、皆さんこんにちは、並木です。そして中井学です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、今日も質問コーナーとなっております。学さんお願いします。承知したということで、はい、じゃあ一つ目、はい、こちらですね、ドライバーの飛距離が出ない人必見、うん、はい、ダウングスイングに問題があるかもという前回の、ね、動画と同じですね、はい、からのコメントになります。はい、一つ目、 Y 哲郎さんからです。はい、いつも拝見しております。今回の動画でヒンジ角の話がありました。ヒンジ角を意識すると右肘が開きオーバースイング気味になってしまいます。後ろからトップの写真を見ると右肘の内側が真後ろを向いている状態です。どのようなポイントを意識すれば改善できるか教えてください、はい、とのことです。はい、まずゴルフスイングにおいて今の方はこういうふうにこの筋骨が入ったことによって結果的にこう肘が外を向いてしまったということだと思うんですが、基本アームローテーションといって腕の回線が入るんですよね。でこの回線が入るときに左腕っていうのは伸びてるから、だから伸びてるのでこのままこうぐーっとバックスイングしていって、これで実は少しこういう動きが入っているんですけども、はい、実は右肘も入ってるんです。だから右肘が例えば回線しないでローテーションしないでいくとこうなるんです、はい、なので多くの方はここで肘が外を向いてシャフトがこうクロスしてしまう、はい、右腕も実はローテーションをしながらローテーションをしながらこのヒンジコックが行われているので肘はこういうふうに締まるんですよね、はい、ただローテーションなしでヒンジコックだけするとこういうふうに肘が開いてしまう、脇が開いてしまうような状態になります、はい、なので少しイメージとしてはまず、まあ、曲げていると分かりにくいとおっしゃる方はまず伸ばした状態でこういうふうに手のひらを上に向くようなイメージで回してみて、今度はそれに肘をこう曲げるようなイメージで、もう90度以上曲げるということはしない、90度以上曲げないように90度までに抑えていただいて、こういうふうに回す動き、回す動き、そういうふうにしていただけるとご自身の正確なトップの位置というのは理解できると思いますので、腕を回すということをトライしていただきたいと思います。この腕を返す動き、うん、これ一回ガクさんレッスン動画で、ね、やってますやってます、なんかやりましたね、私もこうやって一緒にやった気がします、はい、やった気がします、こういう感じです、はい、それをもしよかったら、うん、探してみてください、はい、はい、ウームガルフ。じゃあ次の質問いきます。ジョージ八八さんからです、はい、中井プロ並木さん、いつも楽しく勉強させていただいております。中井プロのレッスンをしっかり練習することで、はい、ボールの飛距離が伸びましたし、スコアも100以上から平均で20打ほど縮まりました。すごいありがとうございます。素晴らしいですね。ただどうしてもダックフックがラウンド中に出てしまいます、はい、何も考えないように腰からスイングしているつもりですが、はい、治りません、うんうん、何かいい練習方法はありませんでしょうか。陽来さんに負けないようにシングル目指す57歳です、はい、よろしくお願いしますとのことです。わ、はい、かりました。一番フックが出る要素が高いのがそのおっしゃってる腰の動きなんですね。おで腰の動きが、はい、例えばダウンスイングの段階で早くこう煽ってしまって腰の回転が止まるタイミングが非常に早くなる。早くなったらそれだけ腰がこれ以上回転できなくなった瞬間にクラブヘッドっていうのはこういうふうにほどけてくるので、こう腰が煽ればあるほどほどけが早くなってヘッドが返りやすくなる、はい、それによってこうダックフックと言われる強烈な左への曲がりができてしまうっていうのが一つポイントとしてあります、はい、ですのでもしそれが原因だとするならば、もちろんその正しくその骨盤を股関節を使って旋回させるっていう風にやっていただくのが一番ベストな方法ですが、やっぱりゴルフ場でなかなかすぐにできないという方にはむしろ例えば練習場でもいいんですけども、このようにつま先をですね、はい、上げてください。これは右足だけでいいんですか。右足だけでいい、はい、でこのつま先を上げた状態で一回打ってみますね。こういう感じです。これ右足を上げることによってどう何があるんですか。前へ出れない。あ、出れないようにしてる。だから腰を前へ煽らせないようにするには右足のつま先に協力をさせないっていう、はい、腰を煽らせようと思ったらどうやっても右足のつま先これセットなんです。
なるほど。だからセットの一つを完全に使えないようにする、うん、そうすることだけで荷腰がこういうふうに前に煽る動作が全くできなくなる。はい、なのであちょっとこうコースで出るなと思ったらうっすらもうこうつま先を上げてパーンと打って、そうすればフックになるっていう腰が煽るという要素がこれだけで消える、うんうん、はい、練習場でもいいですしコースでもいいですから、1回トライしてみます。これだけでフックが煽るんです。速攻性の高いポイントになりますので、はいはい、ちょっとつま先を浮かしてスイングする練習から入っていただくといいかなと思います。ウームガルフということで今回はこちらで終了となります、はい、皆さんの悩みが結構私にも通ずるものがあって、うん、すごいまた勉強に再度勉強になってるって感じですね。そうですね。あと一つポイントに置いておきたいのは、はい、速攻性を求めたいのか、そういうところももし あればコメントにスッと入れておいていただけると、確かにどうやってもあもう、ね、来週コンペだから、ね、来週だけでも助けてくださいみたいな感じのものももしかするとあるかもしれないので、それでまた練習法が違ったり、ね、全然違いますね。するですね。そうなんですよ。だから最終的には根本として直してほしいんだけど、とりあえずそんなこと言っても明日なんかとにかくいいスコアで回りたいっていう方がやっぱり中にはいらっしゃると思うので、とにかくもうどうやってもいいから早く直してっていう方がいらっしゃったら速攻性を求めてますというふうに書いていただいても結構です、はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。またねー。